どうも、おたけせいつもこのチャンネルをご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、ちょっと家の中からお送りします。えー、昨日ね、トスバッティング、ソフトトスというふうに、まあ、みんなで、えー、言い方を揃えましょうという話もしながら練習方法を5つ紹介させていただきましたが、えーまあ、ちょっとそれの補足、また内容をね、ここちょっと口頭のお話だけになってしまうんですが、まあ、ちょっと追加でおしゃべりしようかなというふうに思います。えー、ソフトトスなんですけれども 皆さん、えー、コーチの方々にお聞きしたいんですが普段、えー、ご自身でトスバッターに向かって選手に向かってされているでしょうか、はい、っていう、まあ、お話なんですけどこれに関してねぜひコーチの人にトスしてもらいたいなって僕は思ってます。でまあねこれ多分選手の人とか選手の経験が、ね、ある方だったら何となく分かるかなと。 思うんですが、え、トス、まあトスバッティング、えー、まあ僕の中では、え、ソフトトスというふうに言ってますんで、この動画でもちょっとソフトトスで統一させていただきますね。ソフトトスの練習をするときに、トス下手な人っていませんか。あのー、まあ僕なんかね、高校生の時にあの練習してて、よく一緒に自主練習する相手がいたんですね。で、自主練習っていうと、えー、僕らの高校ではあのビニールハウスがあって でその中で本当に小さな狭いスペースの中で、えー、ソフトトスでバッティング練習をするっていうのが、まあ、基本的に僕らができることだったんですねそれで一緒にやってたいつものこう練習相手っていうのがもうね何て言うかリズ,ミリズム感がない、えー、人本当にこうリズム感覚のかけらもないようなことを一緒に練習していてその子のトスが。 がですね非常に下手くそというか独特のタイミングで投げてくる、えー、トスだったんです、ね、ただまあそういう練習してて、まあ、ちょっとこの対応力が身についたとかね、えー、そういう言い方はもちろんできるかもしれないんですが、えー、例えば昨日。 動画にしたような5つのソフトトス練習をしようと思った時にやっぱりトスの能力がちょっとないとそういう複雑な練習とかちょっと特殊な練習ができないわけですよ。でこれはっきりと、まあ、トスうまい下手だけじゃなくてやっぱりいろんな課題に対してのソフトトスやろうと思ったらやっぱり学生がトスするとかもっと言ったら小さい子同士でねトスソフトトスやってた時にはなかなかその、えー、課題に対しての まあ練習っていいうものがなななかかでできないわけですよねそういう役割としてやっぱりコーチの人がいるっていうふうにまあ僕は思ってるんでやっぱりこういう大事な何ていうか課題練習をする時にはコーチの人がサポート役に立ってですね特にソフトトスの練習の時なんかはやっぱりトスっていうのは実は大事な役割だということを認識しながら是非コーチの人がご自身で。 選手に向かってソフトトースする機会っっててていいいいいううものを増やしていって欲しいなというふうに思いま,すまあただね1チームに10人20人も選手がいてそれでコーチ1人2人しかいないって言ったら全員にソフトトースする機会ってなかなかないと思うんですがまあその中でもねやっぱちょっとずつでも時間を取ってあげてとかこの選手にはとりあえずこの課題だけやりたい。 言った時にねピンポイントでその練習をソフトトスで、まあ、あの取り組むとかその時のトスをコーチの人がやってあげるとか大人の人がやってあげるというようなやっぱり役割をコーチが担うというのはすごく大事かなというふうに思っています。ま,あ、またアメリカの話になって申し訳ないんですけども、まあ、僕が見てる、まあ、動画とかいろんなご資料の中ではやっぱりね選手がトスしてる場面ってほっとんど見ないんですよね。 まあ練習環境がそもそも違うっていうところももちろんあるんですけれども選手は基本的にはサポート側にはほとんどその大事な練習時間の中で回ることはなくてえそれならねえトスする人がコーチでいてでえ打つ人 待機する人っていうような感じで常に練習時間は自分のことにだけ時間を使えるっていうのがまあアメリカのいろんなところで僕が見てきた中での、まあ、練習環境だったなっていうふうに思います。確かにねコーチの数がものすごい充実してるいろんな環境の違いとかねスタッフの数の違いとかねそういう,う日本とのアメリカの違いはあるんですがまあ少しでもねできる範囲でそれを取り入れていってで、えー、トスする人の役割って大事なんだなと。 課題に取り組むためには俺がやんなきゃっていうようなね指導者が増えていっていただけると非常にうんなんだろうな練習の効率とか上がっていくと思いますし選手のね大事な時間の使い方っていうのもやっぱりそういうところから生まれてくるかなと思うのでえまあそんなところを参考にですねちょっとでもトスを自らするコーチの人が増えてくれればいいなと思ってちょっと今日はお話しさせていたただきました、はい、ぜひ参考になればと思います。まままたた今後とともよろしししくお願いいすありがとうございました